骨の中に穴が開くんですね。もうこれ以上骨が変形していませんよ。毎日あなたは骨をすり減らしながら歩くことになる。股関節専門チャンネル、ヒップチューバー、大悟です。今日はですね、お医者さんが言ってることちょっと違うんじゃないのみたいな、理学療法士的な立場からちょっと話をしていきたいと思うんですけども、まず股関節の作りをちょっと説明していきたいと思うんですけども、股関節があって、こっち骨盤です。で、太ももの骨になっていくわけですけども、太ももの骨の先っぽの股関節を作ってるところ、ここの部分ですね、この丸い頭の部分、ここ、大腿骨頭、骨の頭と書いて骨頭と言います。ここが関節を作っていて、ここ、このくびれているところは、大腿骨頸部と言います。首の骨で頸部ですね。こっち、大腿骨体、頭、首、体。これが太ももの骨の作りになっております。大腿骨です。頭、首、体、股関節です。骨盤と太ももの骨の間、ここには軟骨があります。この赤い線、ここで軟骨の幅を見ていきますね。太ももの骨には出っ張りが2箇所あります。ここと、ここと。大きい出っ張り、外側にありますね。大天使と言います。内側のこれ、小天使って言います。緑色の線とピンク色の線を書いてあります。外側のピンク色の線が靭帯です。内側の緑色の線、これ関節包と言います。関節を包んでいる袋です。この靭帯と関節包っていうのはくっついて一体化しているので、剥がすことはなかなかお医者さんでも難しいです。この関節包ってどのぐらいの厚みがあるのかなっていうと、5ミリぐらいあります。さっき言った大天使と小天使、なんで出っ張ってんのっていうと、周りの筋肉がくっつけやすいように出っ張ってます。周りの筋肉がこういう風にね、出っ張ってるところについてきます。小天使、ここにも腸腰筋とかね、くっついてきますね。こんな股関節はどんな動きをするのかなっていうと、屈曲、伸展、外転、内転、外旋、内旋、6個の動きをします。屈曲って何かなっていうと、股関節を曲げること。伸展は後ろに反らすこと。外転は外に開くこと。内転は内側に閉じること。外旋は外側にねじる。つまり、あぐらの格好は股関節の外旋です。内旋は内側にひねる。これはカエル座りとかお姉さん座りとか言われるね。このような6個の動きをするんですけども、股関節の病気いろいろあるんですけども、一番多いのは変形性股関節症ですね。これはよくね、軟骨がすり減っちゃいますよとか、大腿骨頭が変形してきちゃいますよっていうふうに言われてます。それによって痛みが起きて、そして変形によって関節の可動域、動きが狭くなってきます。そうすると、しっかりと歩けなくなってくるんですね。変形性股関節症、男性が 2%、女性は 7.5%。つまり、女性が多いんですね。男性女性関わらず、先天性に股関節が悪い方が9割です。この先天的で多いのが、球外形成不全という、大腿骨頭、頭に対して骨盤が被っている屋根の部分が浅いことを球外形成不全と言いますね。もう一つ有名なのは、大腿骨頭壊死ですね。美空ひばりさんとか、お笑い芸人の千原ジュニアさん、大腿骨頭壊死で手術してますよね。大腿骨頭壊死に関しては、血行障害が原因なんですよね。骨の中って血液通ってるんですよ。骨の中の血液が障害されて、例えば大腿骨頭の頭の方の血流が阻害されて、この辺が潰れてきてしまうとかね。そういったことが大腿骨頭壊死っていうのは起きてきます。股関節が痛いですよってなると病院に行きます。レントゲンを取ると軟骨がすり減って少なくなっちゃってますねとかって言いますけど、詳しくは2つに当然分かれてるわけですよ。こんな感じで骨盤側についてる軟骨と大腿骨頭側についてる軟骨とがあって、そこで関節として動くんです。大体これ同じ厚みがあって、骨盤側の軟骨が 3mm、 大腿骨頭側の厚みも 3mm、 合計 5-6mm ぐらいが正常だと言われているんですけども、それ以外にもレントゲンを取ると軟骨の厚さ以外に骨棘っていうのは、屋根が足らないからここで骨が外側に伸びてきます。骨のトゲと書くんですけども、トゲではありません。あとはですね、骨嚢胞というものができます。骨の中に穴が開くんですね。こういったとことか、こういったとことか、お医者さんはこれを穴が開いてるから潰れちゃいますよとかね、歩けなくなりますよとか、怖いこと言うんですけども、潰れることはないので心配はしないでください。
むしろいい症状ですね。骨極も骨の方も回復に向かっているいい現象になります。あとはですね、骨硬化像、骨が硬くなっている様子が見られます。他の部分の骨のところより比べて白く濃く映るんですね。レントゲンで白い色が濃いところってカルシウムがいっぱいあって骨が強く硬くなっているところなんです。つまり白いところが見えてきているところっていうのはもうこれ以上骨が変形していませんよっていう合図になるので全然怖がる必要はありません。このようなことがレントゲン写真で分かっています。変形性股関節症っていうのは4つのステージに分かれていますね。前期、初期、進行期、末期っていうのが一般的な言い方。我々は前期、初期、修復期、安定期、一番最初前期っていうのは先天性の球外形成不全の状態を股関節症前期と言います。これ難しいところなんですけども、子供の頃、若い頃、レントゲンを撮って、球外形成不全ですねって言われます。40代、50代で撮りましょう。同じ画像が出ました。そうするとね、変形性股関節症前期ですって言われちゃうんです。年齢が変わっただけで、球外形成不全から変形性股関節症前期というふうに変わっちゃうんですね。お医者さんによっては前期っていう先生もいれば、初期っていう先生もいるし、進行期っていう先生もいれば、末期っていう先生もいるので、そんなに当てにしなくていいですね。球外形成不全だと、お医者さんはですね、屋根が浅いから軟骨にかかる負担が大きいって言うんですよ。これ違うんですよ。屋根が浅い分筋肉が骨の代わりをしなきゃいけないから筋肉の負担が大きいんです。筋肉が硬くなってきちゃって痛みが出るんです。そうして変形性股関節症になっていくんですね。そうなっていくとお医者さんはね、軟骨なくなってくると骨と骨が当たってますよ。毎日あなたは骨をすり減らしながら歩くことになる。うわ怖っ、そんなこと言わないでよってことですよ。そんなことないんですよ。レントゲン上で骨と骨が当たってるような人は結構いるんです。でもそういう方って変形性股関節症の末期、つまり安定期なのでもう痛み取れてるんです。ちょっとね、デメリットとしては骨と骨がくっついちゃってるんで関節の可動域は狭いですけども、歩いても痛みないんです。だから痛みが引かないなんてことはないんです。お医者さんはあたかも変形性股関節症は進行性の病気で痛みが取れることはない、右肩一直線で上がっていく病気ですって言うんですけど、そんなことないです。安定期に入ってしまったら痛みは取れてくるんです。お医者さんはですね、末期になるといいこと何もないんだから早く手術しなさいよって手術を勧めてくるんです。いいこと何もないなんてことないから、痛み末期になってくると取れてきます。これは一部の人ではなくて皆さんに当てはまります。僕ね、花粉症なんですけど、今目痒くてしょうがないですけど、でも30代前半の時の方が花粉症ね、辛かったです。僕も年を重ねてきて花粉症の症状収まってきてるんです。で、何の話してるかよく分かんなくなっちゃったんですけど、まあそれは置いといて、なので変形性股関節症は進行性ではありません。進行していく原因は何なのかっていうと、お医者さんはこういうふうに言うんです。筋力が弱ってきてるから、あるいは体重が重いから、老化です、閉経したからっていう人もいますね。それが原因だったら世の中の人全員股関節症ですよ。だって世の中の女性絶対いつかは閉経するし、女性に関わらず人間誰しも老化してるんですよ。でも世の中変形性股関節症じゃない人の方が多いんですよ。男性 2% 女性 7.5% なんだから、他の男性 98% 女性 92.5% は股関節症じゃないんですよ。騙されないでください。体重が多いのも原因じゃないです。お相撲さんあんなに太ってるのに股関節症じゃないんです。股関節の痛みを取るために痩せる必要はないんです。筋力が弱いあなたよりももっと細いモデルさん、筋力あなたよりもないかもしれない、あなたよりももっと細いおじいちゃんおばあちゃんいますよね、でも股関節症になってないですよ。だから筋力があるなしは関係ないです。お医者さんは筋トレダイエットしなさいって言うんですよ。無理をしない生活を送ってくださいって言うんですよ。筋トレしろって言っていて無理しない生活するんだってどういうこと？筋トレって普段の生活以上に負荷かけてますよね。プールに行きなさい。プールも良くないですよ。体冷えちゃいますからね。股関節症になる原因が全く違うこと言ってるし、そこで違うこと言っちゃってるから対策も当然間違っちゃってるわけですね。筋トレしなさい、横向きに寝て足上げしましょう、しかも重りをね足首に巻いて上げましょうみたいな、無理しない生活よりもきついじゃないですか。
そんなことしたら軟骨の間に引いた青い線、ここの関節面への負担が大きいんですよ。一般の股関節が悪くない人でも辛い運動させてはダメなんです。そんなことしたら痛みは強まるばかりで取れません。ダイエットしなさい、食事と運動でしてくださいって言うんですよ。こっちはね、もう股関節痛いんだから運動なんてできるわけないでしょって話でしょ。プール行ってください。横歩きしてくださいって言うんですよ。足の外側に負担をかけるんですよ。ダメなんです。弓外形成不全があるために、硬い骨の代わりに柔らかい筋肉がその役割を果たすために、今まで頑張ってきたんです。それをさらにカチコチになるような外転運動、プールでの横歩きをしたら、もっとカチカチになって、血流悪くなって、もっと痛くなっちゃう。筋トレがやっちゃダメなんです。皆さんの筋肉が出ないのは筋肉の量が減ってるんじゃなくて、硬くなってしまって持ってる力を 100% 発揮できなくなってるから痛みが出てしまって力が出せないんです。じゃあどうしたらいいの？硬くなってんだから柔らかくして血流流してあげましょうよ。そのためには今まで私が動画で説明してきた筋肉保守、これをやってください。ではここからは病院での変形性股関節症の治療について話していきたいと思います。病院でやってくれる治療の手段っていうのは決して多くはないんです。変形性股関節症の痛みの現象は、病院の先生たちは持続的な関節の中の炎症が本体だとおっしゃいます。でもこれは違うんですよ。関節の中の炎症っていうのはそんなに長く続かないんです。これなぜかっていうと、人間には自然治癒力というものがあって、炎症を治める力が皆さん全員にあるんです。傷が治ったりとか骨折がくっついたりとか、そういったことですね。自然治癒力というのはね、そういった能力があるから炎症も必ず治めてくれるんです。だから持続的に関節の中が炎症し続けるってことはないんですね。ただお医者さんたちはそういうふうに考えてるから、炎症を消す消炎鎮痛剤を出すわけですね。これがロキソニンとか湿布を出す先生もいますよね。お医者さんは股関節に負担をかけて痛みが出た場合は、関節内で炎症が起きている証拠だって言うんですよ。これもちょっとおかしな話で、関節内にそんなに簡単に炎症なんて起きないんですよ。関節に負担かけてるんじゃなくて、筋肉に負担をかけてしまったから痛みが出てるんですよ。薬を飲めば一時的に痛みは取れますけど、回復を先延ばしにしてるだけなんですね。根本治療にはなってないですから、痛み止めが切れればまた痛みはぶり返すわけですよね。やっぱり根本治療をしないといけないわけですから、いつまでも薬に頼っているわけにはいかないわけです。2つ目はリハビリですよね。理学療法士が運動療法をするわけですけども、まだまだ勉強不足な理学療法士が多くて、股関節の外転運動を重りをつけてやったりしているのが現実なので、あまりおすすめはできないです。最後はやっぱり手術ですね。手術は人工股関節が多いんですけど、あと骨切り術っていうのもあります。ただ骨切り術はもう時代が古いので、もう受けないようにしましょう。今は人工股関節が30年40年と長持ちするようになってきているので、若くても人工股関節っていうのが流れの主流になっていますんで、骨切りはやらないようにしましょう。術後の成績が良くないからなくなってきてるわけですからね。人工股関節っていうのは何なのかっていうと、金属を股関節に入れるわけですよね。この金属はほとんどの場合がチタンなんですけども、最近の手術っていうのは筋肉を切らない手術っていうのになってくるんですね。手術の時間も30分から1時間、入院日数も1週間、リハビリも手術の翌日から歩きます。だから昔あったような体重を1ヶ月はかけちゃいけませんとか、体重の半分しかかけていけませんとか、そういった制限なく翌日からフル体重をかけて大丈夫。ただやっぱり手術なのでリスクを伴うわけですよね。リスクとして挙げられるのは股関節の脱臼、エコノミー症候群、感染症、このあたりがリスクになってきますね。この格好を取ると脱臼しちゃいますよっていうリスクがつきまといます。エコノミー症候群ですね。足を動かせなくて血栓が飛んで肺とか心臓とかに行っちゃうと、なかなか大きな病気になっちゃいますよっていうのと、感染症ですね。手術中だったり手術後も虫歯だったり水虫だったり風邪だったり、そんなんでも感染症っていうのが起きる可能性があるので、そういったのがリスクとしてはあります。最後に大腿骨頭壊死の話をしておきます。大腿骨頭壊死っていうのは男性に多いです。 50% の方が両側性難病指定されてるんですけど、難病指定って本当に治らない病気っていう感じがすると思うんですけど、大腿骨頭壊死って結構治ります、手術しなくても。変形性股関節症の痛みって徐々に痛くなってきて、ピークを迎えて徐々に痛み取れてくるんですけど、大腿骨頭壊死はいきなりガーンって壊死が起きて痛みがガーンって強くなる。そこですぐに手術を決めてしまいがちなんですけども、3ヶ月くらいすると壊死の進行が止まってくるんですね。
壊の進行が止まると痛みも引いてくるし、壊した部分って人間の自然回復力、壊の部分も修復されてくるんですね。だから大腿骨頭壊死の方も手術をしなきゃいけないって諦める必要はないんですね。大腿骨頭壊死の原因は不明だよって話をしたんですけども、ステロイドを大量投与した、あとはアルコールを大量に飲んでる人多いとは言われています。ただこのステロイドも短期の大量投与なんですよね。1週間ぐらいステロイドを大量投与しても別に大腿骨頭壊死にはならないですね。数ヶ月単位、数年単位という意味での期間での大量投与ってなってくると、ちょっとステロイドによる大腿骨頭壊死のリスクというのは高まってくると言われています。なので例えばリウマチを維持するためのステロイドぐらいの量だったら大腿骨頭壊死は起きにくいです。グラム数でいうと 10mg 以下とかだったらそんなに大腿骨頭壊死は起きないと言われております。ということでちょっと大腿骨頭壊死のことを付け加えさせてもらいました。いろいろ学べたんじゃないかなとは思います。概要欄に私の公式 LINE ありますんで、いろいろ他のことね学びたいよってことはぜひ登録して、股関節の情報をインプットして、整形外科のお医者さんの診察で間違ったことに惑わされないように、営業トークに持ってかれないように、ぜひね知識を深めていってください。では今日はこれで終わりましょう。大事にしてください。